ごきげんよう。起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2022年1月の23日日曜日です。今日は昨日に続きまして、藤井聡太竜王と渡辺明王将の対局がありました。9時からありました。今日は71期アルソック杯王将戦7番勝負第2局2日目です。大阪の高槻市の山水館で9時に2日目がスタートしました。封じ手を開いてのスタートです。封じ手は藤井竜王が昨日封じました。そしてその封じ手からはですね、藤井聡太竜王が有利に進めていきました。どん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 進んでいってもですね、有利がだん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 広がっていきます。そして有利になって藤井聡太竜王はですね、なってからもすぐは指さないんですね。やっぱり、渡辺明王将が打ってもうすぐこうやってもかなりすぐ手がこう浮かぶんですけども、じっくり考えて絶対に間違わない、確実に、読んで、まあ間違わんですね。まず今回は言っても間違いなくしてずっとしてですね、今回は98手目で、渡辺明王将が投了しました。持ち時間もですね、藤井聡太さんも約1時間、渡辺明王将も1時間ちょっと切ったぐらいで、まあ時間は十分あって、まあ秒読みというようなことは1分将棋のことは、まあ今回全く両方ともなかったですね。それだけにもう今回は完勝だったですね。感想戦で、記者が渡辺明王将に感想を聞いていましたけども、昨日ですね、藤井聡太竜王が148分、2時間28分という大長考をしましたね。記録になる大長考でしたね。その後打った手からどんどんと悪くなっていったと渡辺明王将が語っていました。あの一手からどんどん悪くなって、もその後は藤井聡太さんが間違わないですから、どん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 と有利になっていきましたね。それで今回はもう4時15分ぐらいに98手で、勝負がつきました。その戦いで藤井聡太竜王は2連勝この王将戦で2連勝、まあ7番勝負ですから4局先勝った方が、まあ、王将を獲得するわけですが、もう2連勝ということで、まあ、それも今回は完勝でしたね。いや、次の3局目は、藤井聡太竜王が先手です。ということは、まあ、藤井聡太竜王の形で進められる有利な展開になっておりますから、まあ、これはますますこう期待が持てるようになっております。そして、そうですね、今日の対戦を見ると藤井聡太竜王はどっしりしてきましたね。本当尽きるところを与えないということでどんどん進んでいきました。まあ今日見る限りではですね、本当これが五冠への道をまっしぐらに進んでるというような感じで、まあ、今日は嬉しくなりましたね。まだ感想戦の方はまだ続いていると思うんですが、結構この感想戦というのは渡辺さんははっきりものを言いますから、どん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 といろんなことが、まあ、分かってくるんですが、テレビの方は途中で終わりましたので、最後まで見ることはできなかったんですが、でもこうやり取りをしているとやっぱり大長考の後の手はですね、いろいろ検討してるんですが、やっぱり逆転して渡辺明王将が勝つような展開には
私があの、まあ、見ているところの感想戦では、まあ、なかったですね。いやーこの2時間28分というこの大長考、これ集中して、まあ、いろんなことを読んでいったんでしょうね。でもしかし2時間28分はずっと集中して読むということですよね。まあこのまず前半から中盤にかけての、まあ、大長考でしたけども、やはりあの悪くなってから時間をいくら使って考えてもうまく好転しないというのはありますよね。今日も渡辺王将は時間が まだ十分1時間ちょっと切ったんですけど、まだあったですね。まあ、藤井聡太さんの方も竜王もありましたからね、もう時間的にこうどうこういうことはなかったんですが、でもその時間の配分の仕方ということに、あの藤井聡太竜王はだんだんとあの言うんですけど、そこらのバランスが非常に良くなってきましたね。もう第3戦もまたすぐ今度は栃木県の方に1月も29日30日ともうすぐですよね。今日22日ですけど1週間後にはまた第3局が始まる。これはまた場所を変えてですね、栃木県の大田原市のホテル、花月であるようになっております。まあ、このタイトルは場所を変えてやるというんで、また気分もまた変わりますから、もちろん渡辺明王将も気分を変えてですね、この後また巻き返してくると思うんでですね、また藤井聡太竜王もまたこの新たにまた第3局に向かってほしいなと思います。でもますます五冠へ向かってまっしぐらというところが嬉しいですね。ごきげんよう。